はい、どうも皆さん、こんにちは、ムジカです。ですね、本日は、最近ちょっと噂になっている神引きをしてしまうと、自分の身に何か起きてしまうっていう都市伝説ではないんですけど、ちょっと噂になっている、ガチャゲームをちょっとやっていこうかなってと思います。でですね、実際に配下権者さんが、神引きをしてしまって、ちょっと何か起きてしまったというようなことをちょっと聞いております。はい、ちょっと僕も本当に気が進まないんですけれども、ちょっとね、一応 YouTube の動画を撮っていかなくてはいけないので、こういった動画を今撮らせていただいてます。なんかちょっとこの動画を撮るって決めてから、なんかもう本当に鳥肌というか、わかりますかね、ちょっと映んないかな、鳥肌が出てるかもしれないんです。ちょっと鳥肌がわからないんで、ちょっと確認ができないんですけど、ちょっとやっていこうかな。このゲームをちょっといわくつきのゲームなんですけれども、なんか結構人がね、中でバンバン亡くなっていくみたいで、ちょっと曰くがついてるゲームにはなります。ちょっとじゃあ勇気を出してちょっとやっていきますね。うわぁ、びっくりした。うわぁ、え、びっくりした。なんか、ちょっと、うわぁ、怖ぁ、ちょっと、ちょっと怖いな、マジで、本当にこれ。ピエロ、ちょっと受け取った方がいいの、これ受け取る、これ絶対罠じゃん、これちょっとしたくない。ほらー、もうもう離れた。ありがとうございます。ちょっとびっくりした。もうほら、あんまなんか雨降ってきてる。ちょっと雨、やっさっき降ってなかったよね、これ雨。ちょっとやっていくしかないか。なんかかわせようとしてるし。うわ、びっくりした。え、服着てる？来てないじゃん、こいつ。びっくりした。なんか動、ちょっと動いてない？なんかちょっと動いてるよ。ちょっと手のとこ見てください、これ。わかりますかね、両腕がちょっとふわふわ、ちょっとあんま、ちょっとふわふわ浮いてる感じになってるんですけど、怖いな、って引っ張りますね。ちょっとじゃあ、ちょっと課金をしなくてはいけないので、神引きをねとしてはいけないので、ちょっと5000円、いやきついな、5000円。1回だけ引ければちょっと、うわ、びっくりした。何こいつ、正5じゃん。中途半端、ちょっと怖いんで。うわ、びっくり、ちょっと音が怖い、音怖いからちょっと下げます。いやー、なんてやな、このゲーム、マジで怖い。ちょっと、いやの、すいません、5000円。
5000円いきたいと思います。まあでも本当に実際にちょっと紙引きをしないと検証できないと思うんですよ、本当に。なんで、ちょっと5000円ちょっと入れてみようと思います。ちょっと課金しますね。行ったかな。頼む、行かないで、頼む、課金、ちょっと課金、課金、買っちゃった。ガチャ引かないとじゃん、これ。ちょっと怖いの苦手なんですよね。でも金券が増えてない。もしかして大丈夫かもしれない。増えた。もうやだ。もう行きます、もう行きます、行きます。じゃあちょっと今ちょっとその問題のねガチャが出てるらしい。これかわいい、これこれかわいいな、これ、この DC ってやつがね、もう DC って怖い、もうドキドキの D じゃん、これも。うわー、びっくりした、怖っ。あ、何この車、かっこいいな。じゃあね、ちょっと、もう確率アップしてんじゃん。ねえ。もう、出るじゃん、これじゃあ。え？ほら、もう確率。0.097 だよ。当たるじゃん、普通にこんなや引いたら。これ分かりますかね、この右上にバットマンってかバットマンって書いてあるんですよね、ここ。これちょっともしかしたら紙引きしてしまったバットマンがこ、ちょ、それちょっとやめますね、はい。いや、確率どうも、車が 0.049 か、まあ、0.097 じゃ、もうこれが本当に嫌だ。ちょっとじゃあ、いやもう本当にちょっと勇気出してやってみます。すいません、ちょっと断っておかなくちゃいけないのは、もしかしたら、これで紙引きしてしまったら、この動画を見てるちょっと皆さんに、もしかしたら、ちょっと、何か起こる可能性もあるんで、もし、不安な方は、これで動画を消してください。はい。ということで、ちょっと、いきます。ちょっと、すいません、単発しかちょっと、できないっぽいんで、すいません。わあ、よかった。よかった、マジ。おっ、いやー、よかったです。プレミアですね。はあ、よかった。もう一生チケットに変わるだけなんで。もう一回いきます。あ、これもプレミアですね。ちょっとこれ外します。これちょっと、もしかしたら大丈夫かもしれないですね、これ。ちょっと、もう一回、ちょっとやってみますね。あ、これ。ちょっとこれ、もうあと2400だけ引くだけなんで、これちょっと、あ、これは大丈夫。うわ、冷酷マスク。
よかった。これ大丈夫そうだ。ちょっとなんかもうここいないっぽいですね。うわ、びっくりした。お前せーやめろよ。ほんとこれは大丈夫そうです。もう僕びっくりしたちょっとじゃあもうほんと大丈夫そうなんで、ちょっとね、あ、ほんとほらもうここ出ないです。ここいません。大丈夫そうです。ちょっとなんでちょっと10連いっちゃいますね。これ10連か。はっいきます。10連いきます。ちょっともしかしたら今見ちゃったかもしれないです。本当にちょっと見ちゃったかもしれないですね。いるな。まあでももうちょっと気持ちが落ち着いてきたところあるんで、もう見ちゃいます。もう一気に行きます。もう一気に行きます。びっくりした。ボールの子だ。よっしゃー。